心損傷大変でしたね。心血管検査までされたんですか、入院してるから。ああ大丈夫ですよ。なんかよくわかんないです。俺もなんかそんな痛くなかったから、柏戦終わった後もちょっと迷ったんだよね。血尿出たんだけど、だから言ったらどうせ病院連れてかされて試合とか練習とかやらしてもらえないんだろうなみたいなちょっと思ったから隠そうとしたけど、初めての血尿でちょっとビビって結局言っちゃったんだけど、俺はねやりたかったのよ。別にやっても大丈夫だったのに、なんかその日病院行って点滴かなんか打って、なんか CT 撮ったんか、 CT 撮って大変でした。結構大げさでした。全然大丈夫だったのに、わかんないけど。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。